はい、野村です。本日はヒーローブラシだけを使って戦っていきたいと思うんですけども、先日ですね、ヒーローブラシを生放送でゲットしたということで、全部のヒーロー武器を手に入れることができました。で、このヒーロー武器だけで戦うっていうのを、ちょこちょこ、ヒーロー武器を手に入れた時にやってきたんですけど、今日は最後のヒーローブラシです。で、今回も視聴者のヒーローブラシを持っている方たちに集まってきてもらって、なんか人気ないのかな、北斎。すごい少なかった。はい、間違えしました。ステージはビーバスパーク縄張りバトルです。よろしくお願いします。まあ、筆と言ったらね、ビーバスパークみたいなとこは、あんのかな俺の中だけ。俺の中だけではあるけど、みんなどうなんだろうな。なんか北斎ってさ、高台強いイメージがあるから、まあ、こことか、ビーバスパークとかさ、あとどこだろう。なんかバッテラストリートとかそういうとこのイメージあるの。一応ジェットパックなんか。あ、やべ、着地術つけてくればよかったかもな。まあ、いっか。え、上にいいんじゃん。とりあえずジェッパ使って、おっと、なんか俺撃たれてる。うる。ジェッパにはジェッパを。あ、ナイス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 。やべ、来たな。来たぞこれ。やべ、なんかロボットな、あ、そうか、ロボットなのか。サブロボットです。サブがロボット。いる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 。あ、ちょっと当たっただけだ。北斎って武器が一番苦手なの俺。逃げてったね。味方飛んできた、大丈夫。あ、味方初めて倒した。無理か。あ、ナイスナイス、ジェットパックナイス。俺もジェットパーク。ジェットパーク。ジェットパーク。危ない、危ない。え、今死なないのか。なんか直撃が当たった気がするけど。よし、これ抑えればいけるぞ。ロボット分投げたら抑えられるんじゃないか。ナイス、ジェットパック。俺守るぞ。ジェットパックの着地地点どこ。やべ、あいつ、あー、やられた今やられちゃったか。え、上からパシャパシャ強いな。俺真似しよう。ちょっと着地図ないの怖いですね、ジェットパック使うとき。だから味方が、味方着地術これ。あ、味方違う。着地術じゃない。結構やれそうじゃね。え、ね、振るの遅くて、やれな、やれた、やれた、やれた。今いたよね。あ、いたいた、時間入ってる、時間入ってる、時間入ってる。時間入ってる、時間入ってる。後ろから失礼。やべ、ジェットパック、オッケーオッケーオッケー、当たるんだ。ね、意外と射程長いんだよな、北斎。あと、重い。使ってる印象が重い。俺、塗ろっか、みんな戦ってくれてるんで。ジェットパックハマるしな。オッケー、このまま行こう。ほら。ジェッパ来た。うわ、当たんない。うわ、近すぎて当たんない。うわ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。うら、ほか。よし、倒した。一人倒して。こっちは死んだ後なんか筆が残るから見づら。ほれ、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。味方といい感じに挟めました。ジェットパック入ってくれる。おかえりなさい。あ、おかえりなさい。あ、おかえりなさいじゃなかった。普通に倒しちゃった。こっちからやれちゃった。まさか後ろから奥さんが来るとは思ってなかった、相手も。そう。ナイスジェットパック。俺守る、守る、守る、守りたい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 。守れないか、守れないか、守れない。やだ、めっちゃ来る、めっちゃ来る。ここで、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 ここで。はは、オッケー、オッケー、オッケー。飛ぶのか振るのか、うん、いっぱいいるな。ジェットパックも多く感じますね。結構濡れるのかな。楽しいね、全員同じ武器って。久々やったよ。ありがとうございました。次ステージどこにしよっか。北斎のイメージどこだろうね。まあ、でもバッテラってさっき言ったし、バッテラにしよっか。はい、今チェックしました。ステージをバッテラストリートに変更しまして、まあ、北斎らしいステージになってるのかどうなんだどうなんだ、まあ、俺の中ではだけどね。あー、タチウオとかかな。いや、これ言っちゃうとタチウオやらなきゃいけないから嫌だよし、頑張るか今日も。そう、奥さん自体はあんま使ってこなかった。動画でもあんま使ってこなかった。うん、自信はある。苦手だけど、やるだけどね。最近言葉詰まって何言ってるか自分でも分かんなかった。倒した。
はい、ジェットパックに当てていく。今ジェットパックでジェットパックに当てていく。ジェットパックがジェットパックにジェットパックで当てていく。わかんなかった。オッケー。もういい。なんでもいい。戦いいっちゃおうか。ほら、全員の力で。一人で振るより三人で打ったら早いから、切る速度。いや、目に当たらない。一旦行きまーす。一旦ちょっと周り塗りましょう。最近ね、全く本当に関係ないけど、話。関係ないんですけど、最近ね、強い。YouTube 以外でもさ、ちょこちょこ動画を載せるんですよ。LINE の公式、LINE の公式 LINE。公式 LINE。オフィシャル LINE とか、TikTok に動画を切り抜いて出したりする。そこでよくね、そこでもコメントとかね、いつも見てますとか、ね、言ってくれる人とかがいるとね、嬉しいですよね。嬉しいですね。左流れてったこれ。まあ、いや、ロボットボム作成できるからいいよな。なんか仲間強くない？うわぁ、めっちゃ抑えてるんだけど。頑張ってるね。俺ちょっとジェットパックこっから行こう。はいービビったべ今。はいーオッケー。あ、後ろ入ってる。ジェットパックだから今気づきましたよ。ナイス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 、ぶっとぶっと、ナイスナイス。倒した本人。あはやった、ありがとう。嬉しいね、やっぱナイス帰ってくるとね。ちょっと汚いとこ塗ります。あ、来てるぞ。あー、ずっぱが左にいる。あー、ロボットやだ、嫌い。なんか来てる。オッケー、倒した。やべ、別が来る。別そこいるな。そこの高台だな。これはロボット投げまくればいいか。おー、ジェットパック来てるぞ。ジェッパー俺には気づいてないっすね。もうロボットボム帰ってきた。ロボット投げとけばいいか。とりあえずロボット投げとくか。ほい。左に2人。これ俺ジェッパーたまんないな。あ、登れなかった。まあ、いいや、下から行こう。あ、いる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 。早い、待って早い。俺も変装する。うわぁ、うわぁ、ガードだ。もう。こっちもいいよ。この塗り分かった。てか最近メイドインマリオで似たようなの見たし。いいね。臭い。臭い、あんま使ってこなかったけど、なんか楽しい。はい。言ってしまったので、立ちよ。高低差が一番あるステージです。言ってしまいました。僕は。先ほどの戦いで。言ってはならぬタチヨパイプ。俺はね、好きじゃないけど、でも好きな人は好きかもね。日本の方は、そんなに好きじゃないかもしれないですけど、海外ではすごい人気なんだって。ジャパニーズ富士よ。富士山です。だから、まあ、海外に住んでる人は好きなんだよ。そういうことや。で、俺着地ずつつけてきたんだけどさ、まだ、はっきりきてねえの、ちゃんと。あ、来るよ、これ。来るよ。ほら、ほら、ほら。オッケー。着地ずつ。痛い、やったー。はっきりきた。待って、なんかいる。当たれ。あ、どど、結構当たるな。ここにもいる。オッケー、倒した。登山。これ好きなんだって、海外の人。登山。大好きなんだって、登山するのが。もう山多いからね。海外も。日本の方が多いか。やった倒した。ロボットボムがいい感じ。これ一回降りよっか。危ない。あ、誰か登ってる。敵も来たな。誰か登ってるというか、俺後ろ下がらず。ここいますよ。あー、強い。そうだ、強いんだ。北斎当たるんだ。いやー、意外と当たるんや。真上、そんな強くないかもな、北斎の上。シューターとかだったら真上って言う人いるんですけど。むずいな。来るぞ。今俺見えたぞ。下にもいるぞ、なんか。ただ届かない。オッケー、味方守った、味方の、あれを守った。遠いぞ、気をつけて。ナイス。味方左から行ってるから、俺右から行こう。もしも右から来た時に塗られちゃう。これでも上行
ってやられるの怖いよね。ちょっと様子見るぐらいだな。ロボット僕投げて、やばい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 、助けて。ナイス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 。あ、降りてきた降りてきた。チャンスチャンス、これチャンス。登らせ登らせ、オッケー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 、登らせなかった。無事来たか。あ、味方だ。で、俺ジェットパック溜まったんで、ナイス。後ろ抜けていない。やられちゃったのか。やられちゃってるね。よし、ここのレールを取りました。あ、見えたよ、今降りていくとこ。俺見えたからね。先回りしようかな。ういうい。いや、先回りした。俺見ちゃったもん今。みんな俺悪くない、今見えたから。上から高低差だから見やすいんだ。よし、なんか後処理、残党処理しただけになるぞ。仲間が攻めて、え、おお、びっくりした。そう、仲間が攻めて抜けたの俺が倒すみたいな。残飯処理、残飯、残党処理。ありがとうございました。